いつもご視聴ありがとうございます。進藤です。冠婚葬祭に使えるネクタイ、これをご紹介します。冠婚葬祭に使えるネクタイ、薬礼服なんかを着るときに必要なものだと思っておりまして、喪の席に締めていくネクタイ、これは真っ黒なサテンのものというようなのが一般的に言われることなんですけれども、できればスーパーブラックって言われるような少しトーンが落とした黒よりも黒いと言われているような染色のものなんですけれども、日本独特の考え方で生まれたもので、薬礼服を結婚式に着る、お葬式に着るっていうのは相手の方に嫌な思いをさせないとか不快な思いをさせないっていうことを主に考えて作られたものだというふうに私は理解してるんですね。ですからできるだけ光らない、例えば斎場に行った際に周りの方のスーツと比べるとどうしてもいわゆるブラックスーツだけちょっと色が違って浮いてしまったりする見合い方をする。ちゃんとした略礼服のものであれば目立たない、そういったコンセプトで作ったネクタイで質のいいものというのを私自身は見たことがなかったんですね。ですのでいわゆるブラックのサテンではなくてスーパーブラックと言われるもにふさわしいサテンのネクタイでいいものをというので、膨らみがあってノットもきちっと収まる。こちらのモノネクタイに関しては結ぶ際はくれぐれもディンプルをつけないで結んでいただきたいんですけれども、その真っ黒で嫌な思いをしていただかないためにもこういったネクタイのいいものをすればいいんじゃないでしょうか。よく売られているお葬式用のネクタイというのはペラッペラの本当に薄いもので簡易的に作られているものだと思うんですけれども、そういった席にこそきちっとしたものを身につけて出席されることが望ましいというふうに思っておりますので、きちっとした仕立ての略礼服をご紹介させていただきましたし、それに従って開発したのがこちらのスーパーブラックのサテンタイっていうことになります。これは通常に販売しているブラックのフェルモフォサッティのガルザとかとは全く違って、これはデイリーに使うものではありません。物席で使うにふさわしいネクタイになってますので、ぜひこちらの方をというふうに思ってますが、対となるですねケージの方、結婚式とか呼ばれた時に略礼服を着ますということになった時に、これはシルバーのサテンのネクタイです。いわゆるすごくトラディショナルなネクタイなんですけれども、この色合いの品質のものというのはほとんど取り扱っているところがないというふうに聞いてます。結婚式というのは新郎新婦が主役であって、招かれた人はその人たちのためにお祝いをするということで行くので、自分が目立つということよりはできるだけその方々の引き立て役になるということの会だと思っておりますので、その際は略礼服を着て白いシャツを着てというような着こなしがふさわしい着こなしの一つだと思ってますので、このシルバーのネクタイも展開しようということでですね、ブラックと両立てでこちらも作らせていただきました。こういったネクタイをですねしていただくとですねピシッと締まりますので、ぜひ弔辞慶辞の際にですねこういうネクタイを1本ずつ揃えられてはいかがでしょうかと、そういうふうに考えております。皆さんご視聴ありがとうございました。ちょっと役に立つ洋服の豆知識ですね発信しておりますので、こちらの方またご覧いただければと思います。ありがとうございました。